ホセマリーアリスメンディアリエタ・マダリアーガは、スペイン・ビスカヤ県出身のカトリック司祭。モンドラゴン共同組合企業の創設者。名前はしばしば、アリスメンディと省略される。ウルゴール社1915年4月22日、ビスカヤ県東端の丸イコールシェメインのバリマガ地区にある平凡な農家の長男として生まれ、12歳の時に神学校に入学した。子供の頃の事故で、 固めの視力を失い、1930年代後半のスペイン内戦時にはバスク軍兵士となることができなかった。その代わりに従軍記者やビルバオにあるバスク五詩エグナの記者として働き、その活動が原因で内戦終結後には逮捕されて裁判にかけられたが、法手続き上の理由で無罪となった。解放後にはアラバ県ビトリアの神学校に戻り、 学び直して聖職者となった。アリスメンディ自身はベルギーで勉強を続けたかったが、1941年2月には、故郷から約4 8トル離れたモンドラゴン教区に割り当てられ、26歳で補助司祭として除外された。モンドラゴンはまだ内戦の余波に苦しみ、失業率は深刻なほど高かった。固めの新米補助司祭の説教はひどいものであり、 教区民は代わりの司祭をよこすように司教に求めたが、アリスメンディは共同組合によって町の問題を解決することを模索した。地域の指導者たちは内戦で死んだり亡命したりしており、カトリック行動評議会の評議員となったアリスメンディはカトリックの義務について若者に抗議を行った。当時のモンドラゴンの経済の中心は工業会社のユニオンセルヘラ社であり、 アリスメンディはこの地域の若者の15%が在学していたウニオンセルヘラ社の都定学校で教えるようになった。アリスメンディはより多くの若者を受け入れられる技術訓練学校を設立することを企て、ウニオンセルヘラ社や自治体当局からの支援は得られなかったものの、1943年に20人の学生を集めてモンドラゴン工科学校を開校させた。 1947年には、モンドラゴン工科学校の学生が初めて資格試験に合格。アリスメンディは選抜した11人の若者をサラゴサ工科学校に送り込み、昼間はモンドラゴンのウニオンセルヘラ社で働き、夜間はサラゴサ工科学校で学べるように取り計らった。1948年には教育省の補助を得て、新高地に移転したが、現状に不釣り合いなほど、 大きな敷地への移転を決めたアリスメンディの判断は驚かれた。1952年にはサラゴサ工科学校で資格を取得した11人がそれぞれの職場で職校長や班長などの地位についたが職場の民主化を志した彼らの思想はスペインにはびこる旧体制思想と反するものだった。 アリスメンディは11人の中の5人とスペイン共同組合法を研究した結果、共同組合ではなく有限会社としてウルゴール社を設立。1954年にはビトリアの作業所を買収して製造業の創業免許を得て、1956年には24人の従業員によってモンドラゴンで暖房用ストーブの製造を開始した。ウルゴール社は 近隣の小規模な共同組合と連携し、1959年に財政的、社会的、技術的な投資機関である労働人民銀行を結成、同年に完全な共同組合となった。1966年には、モンドラゴン高科学校内部に勤労学生共同組合を設立し、学生が学習から労働への移行を円滑にできるように図らった。 アリスメンディの非現実的な提案に抵抗は大きく、1971年までは赤字を計上していたが、実験用具などの市場販売で成功を収めて、独立した共同組合となった。アリスメンディは1976年にモンドラゴンで死去した。ありがとうございます。